ビンズイは、スズメメセキレイ化に分類される鳥類の一種である。別名キヒバリ。一般的な英名は、オリーブ、バックとピピットだが、インディアンツリーピピット、または、ホジソン、エスツリーピピットと呼ばれることもある。ツリーピピットは、ヨーロッパビンズイを指す言葉だが、見た目が酷似しているのでそう呼ばれる。良い声でさえずる。西シベリアから、ロシア極東、サハリン。 朝鮮半島、中国東北部にかけてとヒマラヤ付近で繁殖し、冬季はインドや東南アジア、フィリピン、台湾などの温暖な地域に渡り越冬する。日本には氷鳥、または夏鳥として四国以北の産地で繁殖し、冬は団地に移動する。西日本での繁殖は局地的である。北海道や本州北部では平地でも繁殖する。 体長15から16センチメートル、体重19から26グラム、死誘動植である。夏はの成長は、頭頂から背中にかけて、緑褐色。対下面は白色で、脇や胸は黄色みを帯びる。頭や胸などに暗褐色のブーチがあり、背面にも不明瞭なブーチがある。暗褐色の細い下眼線がある。後々の爪は短く湾曲している。 冬はは中腹先端や脇、胸などの黄色味が強い。繁殖期は、低山から赤山の林、林園、木のまばらに生えた草原などに生息する。非繁殖期は、低地の松林で観察されることが多い。繁殖期は縄張りを形成する。非繁殖期は将軍で生活する。繁殖期の主食は、昆虫類やクモ類で、非繁殖期は、植物の種子などが、 主食になる。主に地上で採食する。繁殖形態は卵生。年に回繁殖することが多い。草地、崖、土手のくぼみに草の茎などを用いて湾形の巣を作り、5から8月に3から5個の卵を産む。卵は暗い茶色で黒っぽい斑点がある。放卵期間は12から13日で、メス、または私有共同で放卵する。ひなは、 約10日で巣立ちする。歩きながら尾をよく縦に振る。以下の2足に分類される。元足瓶髄に比べて黒っぽさが少なく、上一面がオリーブ色に見える。ありがとうございます。